ありがとうございます。公演が始まる前に私たちからのお願いです。Yeah. 公演中の座席の移動、交換、座席からの身の乗り出しや周りのお客様にご迷惑のかかるような行為はご遠慮ください。Yeah. 一席での座席を決めたいとするくらいの使用をお願いします。使用される方は立ち見席で使用をお願いします。Yeah. 一席で使用されていた場合は係員が全員回収いたします。ご了承ください。ボックスタウン箱だけ内は全面禁煙、飲食禁止となっております。飲食される方は劇場エントランスで飲食を行ってください。また劇場内では携帯電話の電源は必ずお切りください。劇場内でのバッテリー充電を含めた電話機器操作もお断りいたします。声機器での録音撮影を禁止します。トイレなどで一時退場するときは再入場用のスタンプを手に収めていただきます。乗務員スタッフまでお持ちください。再入場用スタンプを使用された場合、再入場できない場合があります。ご注意ください。何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。本日の鍵穴はみんなの笑顔にできますように。動物が大好き、カズニャンこと宇川かなででした。生産祭を開いてくださってありがとうございます。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、それでは11月21日箱崎マックス公演の始まりです。集中、姿勢よく、周りをよく見て、丁寧に楽しんでいこう。ワンワンオールオールフォーワン、ビアー
もうちょっと、もう一回ワンモアいきますか。せーの、東京都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 、東京
パクブクブクブクいきますよ、せーの、ブクパクブクブクサンブクブクサンブクブクサンブクブクミミブクパク合わせてブクパクロクブクパク簡単だ。そう、にわにわ言ってけば甘いです。じゃあ、みほちゃん行きますか、ね、ラストチャンス。せーの。にわ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 とり。おー、やったー。じゃあ、吉田さん。せーの。にわ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 とり。おー、でっきゃん。いくよ。せーの。にわ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 とり。おー、これはみんな言えましたね。というわけで、みほちゃんが何ポイント？ 3? 2ポイント2ポイント2ポイント0ポイント。というわけでみほちゃんは罰ゲームとして今日の終わりのツイッターのところに変化を落とせてください。
ことですか。はいはい、私びっくりでも結構しますよ、いろんな方で。びっくりしますよ、でも最近一番びっくりしたのは、はい、ここの公園、劇場公園で、はい、あの1曲目って制服、あの最一番最初の曲って制服に白いブーツじゃないですか、はい、なのに私あの制服に白いスニーカーが出ちゃって、あなってるのがすっごい恥ずかしくて、すごいびっくりしました、そう、そんなことがあったんです。恥ずかしかった。しかもちゃんと一曲踊り切りましたよ、スニーカーで。それだけ、初めてスニーカーで踊り切りましたよ。ちょっとあの今罪の告白をしていいですか。はい、あのカーテンに入るんですけど、みんな入場、そうね、そうね、取っ手林の間カーテンに入る前に実はちょっと気づいてて。おっと、おっと、一回なんかロッカーの中に鳥がいて、なんか私はなんかイベントメンバーはイベントでなんかこっちに残ってレッスンだったんですけど、たまたま開けたらなんか鳥が入ってて、もうその時は心臓がもう本当止まるかと思いました。あれ、それ入れたのも私ですね。鳥の人形がね、ちょっといただいたんですけど、あまりにもたくさん人形を買いすぎて、200回何回記念、200回、そう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 、ですごい結構みんなにも配ってたんですけど、小入ちゃんその時たまたま出てなくて、なんかかわいそうだなと思って一つ提供したのが、なんかキウイっていう、あ、知ってます？飛べない鳥、なんか結構でかいやつだったんですけど、それをロッカーの中に、何も結構綺麗だったよ、ロッカー、はい、何も入れてない、出てましたね。そう、でなんかめっちゃ口ばしがリアルなんですよ。だから、そう、私はえっと、もう嫌がらせかと思って。そんなことじゃない。え、今どこにあるの、その鳥。あ、私いつも一緒に寝てます。嬉しい、ね、枕の横に置いてますよ。おー、そうですね、はい、たまに起きてびっくりします。寝ぼけてます寝ぼけてますね。あー、それはびっくりする。でも開けたら、それがいたらそれはびっくりするよね。それが一番びっくりしたこと。はい、そうですね。じゃあ、こっちゃんは。私ですか。私、なんかあんまりあのびっくりしたくないから、びっくり しないように生きてるんですけど、すごい生きてる。すごいね。でもびっくりしたこと、そうだな、まずは、小指が、あの、入った当時は髪の毛が短くて、なんかいつの間にか女になってて、みんなが一緒に来てきた。それがめっちゃびっくりしてる今。あ、今そうそう、あの時はね、まだ野球して終わった後だったから短かったんですよ。だからそうやね、めっちゃ短かったよね。でもめっちゃ短かったんで、そこが青より短いぐらい、こんぐらいすごい短かったね。でも私は最初それぐらいだったよ。本当ですか。それより長いけど、かなり切れませんね、これはもう。じゃあ切れないと思う。切ろう、切ろう。
いての曲はスプラッシュレボリューションさんで目いっぱいはしゃいでみんなに走りたい。
大人だなって思ったんだけど、
で今なんか限定期間限定かなんかでクレジットも使えるカードだったらミッキーとミニーちゃんの絵の絵が描いてあるやつがもらえなんか作れますよって確かに説明ありがとうございます。そうしかもなんかコップとかもなんかプレゼントできますよって言われて、うん、まあ、コップいいなって思ったけどでもクレジット使わないと思って何話したいんだっけ。大人になったら伝えたことだ。整理して話そうか。大人でしょあなた。まあじゃあプレゼントとミッキーたちのくだりは結構どうでもよくて、うん、クレジットカードでしょ。そうそう、クレジットの方も使えるんですよってクレジットとか勧められたのがちょっとクレジット使えるんだって。18からクレジット。そうですよ、18。だからメンバーにもナムとかはあのアシス HR のアシストカードとか作ってるんですよ。あ、アシストカードが出たよ今の。皆さんアシストカードってご存知ですか。まだ、でもその部分はちょっと、ちょっとまだ大人には追いついてないなって思いました。まだね、18今18です。まだまだやね。来月、19になります。来月19になるの。だけど、私よ、初対面の人に高校生に見られるからもうずっと高校生ぐらいにいたかった。いや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 、大人になろう。もうちょっと、もう卒業したんでしょ、あなた。違うの。もうさ、元気出して。そう、元気、皆さんも元気ある？大丈夫ですか？はい、皆さん大丈夫ですよ。いっぱい声出してくれるからこの後。そうだね、この後いっぱい声出さんといかんわけ。はい、皆さん声出す準備まだ出てきてますか？はい、あの、なんかのちっちゃいね。大丈夫かな、みんな元気かな。この後カナニャンのね、そうですね、あれはあるし、そうです、ね、たくさん催し物があるし、3連休の明日もね、そうなんですよ。お祝いのケーキが届いて
しい。お、長い、長いですね。触っていいよ。触っていいよ。硬いよ。あ、すごい。すごい。食べられないの？食べられないケーキなんですか？甘いもん。すごい。可愛い。これなら飾れますね。すごい。これなら飾れますね。すごい。それでは皆さんハッピーバースデーの歌を歌いましょう。名前のところはカナリアンでお願いします。せーの、ハッピーバースデー。
だからこんなこと言ったら相手は気分悪くするかなとか、自分がなんか自分なんかが話しかけても嬉しくないんだろうなとか、かなでは思っとうかもしれんけど、実際はそんなことないのが大半やけん、勇気を持ってもっとメンバーの中に入っていこうね。今後は今まで以上にかなでのことを見てる人が増えると思う。そしてかなで自身にも負担がかかっちゃうかもしれないけど、かなでの強い気持ちと優しい心があれば大丈夫だと思います。自分を信じてこれからも頑張ってね。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。生誕祭を開いてくださって、そして生誕祭に来てくださってありがとうございます。私生誕祭は3回目なんですけど、すごい見るたびなんかファンの方が毎回いつも温かい目で私たちを見てくださって、本当に祝ってくださって本当に嬉しいですね。あと、もう緊張で言葉が出てこないんですけど、本当に正直2年もやっていけないと思ってて、最初は本当に人見知りで誰とも喋れなくて、歌もダンスもできなくて、喋りもできなくて、全然何もできなかったんですけど、ファンの方とかメンバーにアドバイスとかいただいたり教えてもらったりとかして、すごい成長できたし、ファンの方とかメンバーがいなかったら今のままでも何もできない私、今の時期でも何もできない私だったと思います。私を成長させてくださって本当にありがとうございます。これからも HR をたくさん盛り上げていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。皆さんへお礼の気持ちを込めて歌ってもらいましょう。曲紹介お願いします。はい、私が歌わせていただくのはスピッツさんのチェリーです。聴いてください。
すごい、すっごい上手でしたね。ランキーズでも、お疲れ様でした。はい、それではもう一度、みんなでカナニャンにおめでとうを言いましょう。せーの、カナニャン、お誕生日おめでとうございます。カナニャン16歳の生誕祭でした。やったんじゃない。本当に皆さん、生誕祭素敵な生誕祭ありがとうございました。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。聴いてください、バリカタ。にゃYeah!
サイリウム、水色ピンクですかね、をすごいたくさん振ってくださって、花火みたいで綺麗でした。ありがとうございます。手紙も私の中に小林さんが読んでくださってありがとうございます。小林さんの中にじゃないですか。ありがとうございます。Thank you.
さんみたいな。あいっぱいいるな。すごいなんかね、あといろんな人がカナで、うん、ですごかった。声が変わっていってね。そうだよね。気を立っちゃって。すごい。そう、カナではそういう誕生日の時は、はい、日本にいなかったんですよ。そうなんですね。誕生日は国外で過ごしましたね。すごいね。でもね
の曲はハイヤー&ハイヤー夢のステージです。それでは聴いてください。ハイヤー&ハイヤー。Yeah!
皆さん来てくださってありがとうございました。